それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはゴールドエクリプス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してゴールドエクリプス鼻に立ちます。その後ろからはセルバーグ、この馬も上がっていく構えです。さらにはオーオーアマゾン、12番エピファニー、その後ろセルバーグ先手を取りました。少し間が空いてディープモンスター、アルナシーム、それに続きますクリノプレミアム、すぐ後ろ並んで3番ダンリズム、その外にシフルマン、カテトラル、そのうちに続いています。その外からロンクラン、内からはアサマのイタズラ、その外にマイネルファンロ。これはややスローペース、後ろの馬には厳しい展開です。内からはベーンクロッテン、赤の帽子アドマイヤビルボン、その後ろその隣にエクスプロージョン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてセルバーグ、2番手はアルナシーム、ゴールドエクリプス3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はセルバーグ、離れてアルナシーム。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。セルバーグ先頭、外からはアルナシーム、セルバーグ先頭、アルナシーム先頭、2番手はエピファニー、アルナシーム、アルナシーム、1着2着はエピファニー、3着にディープモンスター、アルナシーム、見事このレースを制しました。スタートしました。セルバーグ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくセルバーグ行きました。続いて前へ行くのはオーオーアマゾン、さらにはディープモンスター、16番シフルマン、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。先手を取ったのはセルバーグ、大きく離れましたアルナシーム、並んで14番ゴールドエクリプス、黄色の帽子マイネルファンロ、その後ろダンリズム、そのうちに続いています。その隣にクリノプレミアム、隣にはアドマイヤビルゴ、その外からエピファニー、並んで11番ロンクラン。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。これは縦長の展開です。すぐ後ろにベーンクロッテン、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。アルナシーム、セルバーグ、ほとんど差がありません。シフルマン3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はアルナシーム、セルバーグ続いています。離れてアドマイヤビルゴ。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。セルバーグここで先頭に躍り出た。しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。ディープモンスター抜き去る。ディープモンスター、ディープモンスター、1着2着はアドマイヤビルゴ、勝ったのはディープモンスター。このレースを制したのはディープモンスター。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を切るのはどの馬か。セルバーグ前に行きそうです。ディープモンスター、それに続いています。さらにはオーオーアマゾン、12番エピファニー、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。セルバーグ先手を取りました。ゴールドエクリプス、それに続きます。アルナシーム、そのうちに続いています。クリノプレミアム、それに続いています。並んで3番ダンリズム、その外にシフルマン、その隣にエクスプロージョン、そして大きく離れてロンクラン、この位置です。内からはマイネルファンロ、その後ろにアドマイヤビルゴ、その後ろにベーンクロッテン、内からはカテトラル、しんがりからアサマのイタズラ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はセルバーグ、エクスプロージョン、ほとんど差がありません。シフルマン3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はセルバーグ、その隣からはエクスプロージョン。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ダンディズム、ここで先頭に躍り出た。後続も横いっぱいに広がっている。2番手はゴールドエクリプス、ダンディズム先頭だ。ダンディズム合輪、2着にはどうやらゴールドエクリプス、勝ったのはダンディズム。このレースを制したのはダンディズム。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアサマのイタズラ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアサマのイタズラ行きました。続いて前へ行くのはセルバーグ、さらにはゴールドエクリプス、1番ディープモンスター、その後ろセルバーグ先手を取りました。間が空いてオーオーアマゾン、アルナシーム上がっていきました。少し間が空いてシフルマン、エピファニー、それに続きますクリノプレミアム、そのうちに続いています。その後ろにアドマイヤビルゴ、その外にエクスプロージョン、その隣にマイネルファンロ、内からはダンディズム。
ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。白の帽子カテトラル、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ9番セルバーグ、シフルマン、ほとんど差がありません。アルナシーム3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はセルバーグ、その外からはアルナシーム、間が空いてエピファニー。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、セルバーグ先頭、外にエピファニー、最後の追い比べ、先頭はエピファニー、2番手はガンディズム、エピファニー、ゴールイン、2着はガンディズム、3着にセルバーグ、勝ったのはエピファニー、このレースを制したのはエピファニー。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を切るのはどの馬か、アルナシーム前に行きそうです。ディープモンスター、それに続いています。さらにはセルバーグ、15番オーアマゾン、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。ディープモンスター先手を取りました。その後ろからはゴールドエクリプス、アドマイアビルゴ、そのうちに続いています。その外にシフルマン、内からはエピファニー、内からはダンディズム、さらにはクリノプレミアム、その外からエクスプロージョン、内からはカテトラル、その外にロンクラン、その後ろにマイネルファンロン。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで8番エンクロッテン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでセルバーグ先頭に変わりました。セルバーグリードをどんどん広げていく。2番手はディープモンスター、エピファニー、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はセルバーグ、短い直線に入って、後続は届くかどうか、セルバーグ先頭、ゴールドエクリプス伸びてきた、最後の追い比べ、先頭はゴールドエクリプス、2番手はアルナシーム、先頭はゴールドエクリプス、1着でゴールイン、2着は微妙です。勝ったのはゴールドエクリプス、このレースを制したのはゴールドエクリプス。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か、オーアマゾン前に行きそうです。セルバーグそれに続いています。さらにはディープモンスター、14番ゴールドエクリプス、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。ディープモンスター先手を取りました。少し離れてエピファニー続いています。並んで7番アルナシーム、アドマイアビルゴ、その前に進出、その後ろからはマイネルファンロン、内からはダンディズム、赤の帽子クリノプレミアム、その後ろカテトラル、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。シフルマン上がっていきました。内からはロンクラン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。アルナシームまだ粘っています。セルバーグほとんど差がありません。マイネルファンロン3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はセルバーグ、その隣からはアルナシーム、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。セルバーグ先頭、内の方からセルバーグ、セルバーグ先頭、ロンクラ抜けた、一気にエンクロッテン、ロンクラ、ロンクラ1着、2着は微妙です。勝ったのはロンクラ、このレースを制したのはロンクラ。